こんちゃ、今日は、6月26日リリース日に、最速でね、マスターランクまで到達した、まあ、この動画上げるのは遅くなりそうな気がするんやけども、まあ、で今日紹介していきたいと思うんやけども、ドルゲイザとかウェーブストライカー、そしてドロマー系などいろいろ勝てる構築であると、で今なんかこのボルギールズっていうカードが結構環境に刺さるみたいで、バルム構築ではないんやけども処理としてね結構使えるみたいなよね。で新しく追加されたこのバキュームジェルっていうカード、これもね結構よく見るよね。相手のアンタップしている光または自然のクリーチャー一体を破壊すると、まあデススモークと違うところっていうのは、まあシールドトリガーで、で序盤に自分で使うと4コストで使えると、やっぱ6コストか4コストって違うからね。で結構今の環境、光と自然クリーチャー本当にそのジャイアントともうその天文デッキしかいないから、まあほとんどのクリーチャーをね序盤に除去できると、特にそのジャイアント構築の超人化、4コスのね3000クリーチャーのカードがあるんやけども、まあ、あのカードを処理するにもこのバキュームジェルを使うことによって、まあ、5ターン目に2角の超人をね着地させないような動きをすることもできると。で、まあ、この構築を見て面白いなと思ったのは、このバーストショットっていうカードが4枚採用されている、ここがね面白いなって感じやんね。まあ結構そのウェーブストライカーとかも多いっていうのもあるかもしれないんやけども、まあ速攻にも対応できるし、バーストショットはね、4枚採用することによって、まあちっちゃいクリーチャーをね全て焼き払うことができると。でなんといってもこのボルバルザーク、これが入ってることによって、圧倒的な強さを持ってる。まあボルバルザークの構築に、まあ新しくバキュームジェルとかね、それからまあこの躍動する石板とか入って、さらにまあ手堅くしたというような形であると。まあデモニックバイスもね第3弾で結構活躍したけども、まあ相手の反動デスしながら枯渇させて勝利を導いていく、これも面白いよね。ねえ、まあ軽くねデッキ紹介していくと、振動する石板が1枚、フェアリーライフが4枚採用、エナジーライトが2枚採用、先を目指すべオラが1番だべが3枚、デスモーリーが今回ピンで入ってるんやけども、まあ、結構デスモーリーもね、その、超人、4コス3000のあの、コッコルピアの上位互換破壊するのに使えるから、結構このデスモーリーも強いかなと思います。それから、バキュームジェルが、3枚採用。それから、ボルギールズが、3枚。そして、デモニックスバイスが3枚。が3枚採用。アクアポインターも結構新環境見るよね。アクアサーファー3枚で、デーモンハンドが、3枚採用。そしてバーストショットが、4枚採用。そして二角の超人が4枚採用。ボルバルザークが4枚採用と。まあ今結構ジャイアント天文が増えてる中で、やっぱボルバルザークはな、依然として強さを持ってるよね。だからその自然系のクリーチャーは結構いるから、非文明のね、とこどう埋めていくかっていうのが結構課題にはなりそうやけども、まあ火属性をやっぱ入れてない分、バーストショットっていうシールドトリガー、まあこれ能力自体も強いけど、ボルバルザークを出すためのマナ系の意味も含まれてると思うんやけども、まあ結構非文明はね、ちょっと少なめなんで、そこは意識してマナを考えていかないといけないかなというような感じかな。で、まあ今回このデッキ使っていこうと思うんやけども、この動画がね面白いなとかね、参考になったと思った方は、チャンネル登録と、高評価ね、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくね。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。おお、二角の超人3枚か。まあ結構ね、死んだ、まあこの二角の超人を採用するね。まあが、ジャイアント構築が多いんやけども、ウェーブストライカーとかドロマー系にもいろいろ勝てるということで、まあなんか今、このボルギールズを採用するね、構築が流行ってるみたいなよね。やっぱ天下を取るのは、まあやっぱボルバルザークやと思うよね。で、今回このシールドトリガーかなり採用しているので、明らかな強さを持って対戦相手を投げ、お、フラクの超人。だおお、キングケール、おお、なかなかの才能だな。まああまりちょっと回ってない感じは見受けられるけども、焦りは禁物だ。お互いにゆっくりとした、まあ、流れの中でね、勝敗というか勝利の勝ち筋を見出していく。我が道を信じる、我が道を信じる。おお、
このバキュームジェルっていうカードがね、今めちゃくちゃ強いよね。まあ、ボルギールズも強いんやけども、ここは単色のカードを置いときたいっていうのあるので、二角の超人を捨てザルを追えないと。やっぱこのカードが存在するだけでね、二角の超人が出されるから、しっかりしてる。これ4コスでね、やっぱ除去できる。これは強いよね。しかもシールドトリガーっていうね、このシールドトリガーで使える4コスの、まあ、ほぼ、まあ、確定除去。これはね、序盤めちゃくちゃやっぱ刺さってくるよね。カーザカジナ無駄な抵抗するだけ、時間の無駄だということを教えてあげるよ。アクアポインター召喚。バーン相手の手札を1枚捨てる。キングケールもね、面白いよね。リバヤさんのカードやんね。まあ私にね、勝てるっていうこと自体がね、まあなかなかないからね。さあ、出直しおじさん、生贄。さあ、ここからね、じっくりと痛めつけようとしようじゃないか。今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ。ボルバルザークは2枚いるかって言われたじゃあんまりいらなさそうな気がするので、まあ入れ替えておきたい。いや、どうしようかな。難しいっちゃ難しいよね。ボルギールズ。ボルバルを捨てるかどうかやね。まあ別にフェアリーライフで行っちゃってもいいような気がするけどね。ボルバル2枚残しとくか、ここは。フェアリーライフの強みをじゃあちょっとここはつけていくとするか。まずは1枚目。バーン！いいね。そして次のターンに二角の超人をね、召喚するというまあ強気なムーブでいこうか。おー！無駄な抵抗するのはやめてくれよ。まあ、ここまでちょっと4000ライン多いからちょっと捨てて、じゃあここで二角の超人召喚しようか。ぬーいいね。で、バーストショットとか、結構そのシールドトリガーも今回強めにね、熱く採用しているので、そう簡単に私落とすことはできないからね。まあ、そうだね、デーモンハンドで、バーストショットが今回4枚採用されているんやけども、やっぱ二角の超人があることによってこのだけのね、やっぱドロー操作引いていくと。しかもボルバルザークが入ってるので、ボルバルザークで決めることもできる。おはよう。ペーン！攻撃できない雑魚クリーチャーどもが、俺に立てつくんじゃないよ。まずは1枚目。発動しない。とりあえずバーショットいらない、消えてもらって、まずじゃあ二角の超人をもう一枚召喚するか。やっぱ二角ゲーやからね、正直。ぬーぺーん大地の恵みを俺に与えてくれぺーんまあ二角を戻すよね。これがね、やっぱ強いよね。まずは一枚目。そして二角の超人で4000のクリーチャーすらも凌駕すると。で、あとは、もうあとは待つだけ。今9ターン目なんで、もうボルバルザークの布石をね、待つだけで、おのずとね、勝利の方程式が計算されるっていう魂胆よ。で、雑魚でね、殴るしかない。もうこうなってしまったら何もできないと。うぇぇ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 ぇまずは1枚目、バーンいいね。デスモーリーも強いね。次のターンにボルバルザークで決めるという運命をお前に見せてあげるぜ。まあ二角の超人入ってデスモーリーを出すっていうのもありかもしれないけども、やっぱ二角ゲーやので、二角行こう。ここはぬー強すぎだな。大地の恵みを俺に与えてくれよ。ベーンボルゲールズとアクアサーファーを手札に戻すぜ。まあ正直デスモーリーで行ってしまうのもありかもしれないけどもね。まあここはでも先を目指すおじさん出そうか。先を目指すべ、オラが一番だべ。いいね。そしてここから怒涛のごとくしっかり処理していく。ぬそして二角の超人も攻撃をしたいとこであるけども、ここはね攻撃しないと。で、次のターンにボルバルザークで決めていく。これがね、やっぱ強いよね。もう何もできなくなってしまったわけだ。あがずの手をひねるかのごとく。やっぱな、ボルバルザークっていうカードがやっぱ無双的な強さを持ってるっていうのは、ボルバルザーク、参ります。ペー何時に勝利をもたらそう。リタイアをするんだ、お前は。雑魚が、なっまあこんな感じで、なんかマスター到達した時みたいなんで、まあ参考にしてもらえばいいかなと思います。